ベーデン・パウエル男爵は、連合王国貴族の男爵位、ロバート・ベーデン・パウエル中将が1924年に除されたのに始まる。初代ベーデン・パウエル男爵、ロバート・ベーデン・パウエル中将防は戦争、マフェキング包囲戦の英雄で、ボーイスカウトの創設者である、陸軍軍人、ロバート・ベーデン・パウエル中将は、1922年12月4日に、順男爵、 1929年9月17日に、連合王国貴族社位エセックス州における、ギルウェルのベーデン・パウエル男爵に除された。初代男爵の死後、その長男のアーサー・ロバート・ピーター・ベーデン・パウエルは二代男爵位を継承した。二代男爵の死後にはその長男ドバート・クラウス、ベーデン・パウエルが三代男爵位を継承した。2020年現在の当時は三代男爵の、 弟デイビッド・マイケル・ベーデン・パウエルである。社位に対するモットーは、安定あるところに、パウエルあり、ありがとうございます。